2024年4月1日、晴れ21度。今日は花見をしながら、彦一団子の団子をいっぱい食べました。大満足の一日でした。2024年3月31日？違う、2024年4月2日です、今。4月2日、なんだっけ。雨、激しい雨。激しい雨、15度、うん。今からハンバーグ食べます。2024年4月3日、雨18度。今日はスーパーで買ったうなぎ弁当を食べました。中国産でしたけど、まあまあ美味しかったです。2024年4月4日。曇り時々晴れ15度。昨日フルーツたこ焼きを食べました。あんま美味しくなかったです。2024年4月5日、今日は北山ダムと大淵公園に行ってきました。そこで怪奇音が収録されました。帰ってきて冷凍のなんか食べました。美味しかったです。2024年4月6日曇り15度。今日は前回フルーツたこ焼きを作って失敗したんで、普通のたこ焼きを作ろうと思います。2024年4月7日曇り22度。今日は深夜に百物語をやって疲れて50話で諦めました。昼に焼き鮭を嫁が焼いてくれました。すごく美味しかったです。2024年4月8日雨19度。今日は嫁がいないので寂しいです。夜は冷凍のなんか食べようと思います。2024年4月9日ほぼ快晴12度。今日はマクドナルドのチーズてりたまバーガーセット LL セットを食べました。これから呪いの時期やります。2024年4月10日曇り時々晴れ17度。今日は嫁が親鳥で親子丼を作ってくれました。いつも美味しいです。2024年4月11日曇り20度。今日は夜にチーズフォンデュを作るので、うまくいかなくても動画にしてアップロードします。2024年4月12日曇り時々晴れ23度。今日は手羽先の唐揚げを作ろうと思います。動画にできたらいいなと思います。2024年4月13日曇り時々晴れ26度。今日は昼ご飯に嫁がすね肉のビーフシチューを作ってくれました。大変美味しゅうございました。2024年4月14日曇り21度。嫁が体調崩してるので、今日はココイチでカレーを配達してもらいました。私はカツカレー食べました。嫁はささみカレー食べました。どちらも美味しかったです。2024年4月15日
曇り19度、嫁の具合が悪いので病院に行ったら肺炎一歩手前だと言われたようです。今日は冷やし中華を食べました。美味しかったです。2024年4月16日ほぼ晴れ20度。今日は王将の餃子とかチューリップとかいろいろ食べました。醤油味の焼きそばが一番美味しかったです。2024年4月17日晴れ20度。今日は嫁が買ってくれた食パンなんかをいろいろ食べました。今日から嫁がいないのでなんとか生き延びようと思います。2024年4月18日晴れ20度。今日は今朝方作った唐揚げをひたすら食べて生き延びました。2024年4月19日曇り時々晴れ19度。今日は嫁が帰ってきたので一緒にマクドナルドのなんかチキンタツタ食べました。まあまあ美味しかったです。2024年4月20日霧雨20度。今日は嫁の作ってくれたそぼろ丼をお昼に食べました。冷凍庫にあったカルビ焼肉も焼いて食べました。すごく美味しかったです。2024年4月21日もやもう一回言ってみまして。19度ダメ、もう一回やりまして。水の音も入ってほしい。話しかけんで日記つけちゃけん。今日は朝ホットドッグを作りました。美味しかったです。2024年4月22日曇り17度。今日は自爆冷凍また料理をしたいと思います。今回は天ぷらにしたいと思います。2024年4月23日曇り20度。今日は怖い夢を見て起きました。アメリカ人になってクソ怖いババアに1時間ぐらい追われる夢でした。気分が悪く目覚めたんですが嫁が買ってきたチョコケーキを食べて危険が治りました。2024年4月24日快晴15度。今日はとんかつを揚げて刺身買ってきていっぱい食べました。レモンサワーも飲みました。美味しかったです。2024年4月25日曇り時々晴れ15度。今日は嫁がいっぱい焼き鳥を買ってきてくれたのでお腹いっぱいになりました。よかったです。2024年4月26日曇り20度。今日は体の両側2メートル程度にある高さ4メートルぐらいの鉄棒に身の上でだけを乗せて体を支えるよくわからない競技のチャンピオンのイタリア人の夢を見ました。何かの拍子で人を殺してしまったみたいでなんかすごく悩んでました。
僕はそれを俯瞰映像でずっと見ていました。楽しかったです。2024年4月27日、ほぼ晴れ、22度、今日は何もありませんでした。2024年4月28日、曇り、26度。昨日嫁と喧嘩してむしゃくしゃして日記をつけたら、今までで一番再生回数が伸びました。なんでだろう。でもそのおかげで嫁と仲直りできました。ありがとうございます。今日は焼肉食べます。2024年4月29日、もや21度。今日は頭を刈りました。ツルピカハゲマルくん。2024年4月30日、曇り20度。今日は明太クリームパスタを作って食べました。美味しかったです。